川口清志県12月3日から1961年5月16日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。遺海君等は14位、君に等。高知県高知市西町出身。川口清市陸軍中佐、母、菅の息子として生まれる。上等中学、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1914年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍不評少位に任官し不評第8連隊付となる。当時は陸軍一と言われるほどの少年であった。参謀本部付勤務を経て、1922年11月、陸軍大学校を卒業した。不評第8連隊中隊長、参謀本部付勤務、第4師団参謀。 台湾軍参謀、陸軍重砲兵学校教官、陸軍省軍務局会員、陸軍省副官、品中東軍参謀、第四師団司令部付、東京湾要塞参謀、北品方面軍司令部付などを経て、1937年11月、陸軍大佐に進級。北品方面軍参謀、中部防衛参謀、中部軍参謀などを歴任。 1940年12月、陸軍少将に昇進し、不評第35旅団長となった。太平洋戦争海戦に備えて1941年11月、第35旅団は、第18師団から離れ、川口死体となった。死体は12月16日に、ボルネオ島のミリエ、上陸、25日には、クチン飛行場を占領したが、クチン飛行場は、 予期に反して不良であり、変わって新しく発見されたレド飛行場の占領が急がれることになった。ところが南方軍の意図の伝達が不十分だったこともあり、川口はクチンを離れ北上して、ブルネー王との会見を行うなどして南方軍を勝利をさせた。1月6日、南方軍は川口主体にレド攻略を命令したが、その後も数度にわたって電報で督促し、 川口市体はようやく1月27日にレド飛行場を占領した。オランダ軍事史研究所のペトラ・フルーンはこれについて、川口少将はレド飛行場に即座に進出する必要性を理解していなかったようであると表している。その後フィリピン方面に転用され、4月10日にセブ島へ上陸して同島を官邸、さらに29日には、 ミンダナオ島のコタバトに上陸して、5月10日には、東東の官邸を終了した。ガダルカナル島の戦いにおいて、一期自体の全滅を受け、川口自体が投入されたが、第二師団長、丸山正夫中将と意見が対立し罷免された。1942年11月、東部軍司令部付となり、翌年3月に退命。翌月予備役となるが召集を受け、 1945年3月、津島要塞司令官となる。同司令物つけを経て、同年8月、召集解除となった。1946年2月、フィリピンでのホセアバド・サントス最高裁判所長の処刑などの BC 級先判容疑で逮捕され、菅も刑務所に収監。1949年11月、重労働6年の判決を受けたが、 1953年4月に釈放された。その後、都南商事社長に就任した。ありがとうございます。